語源をですねちょっと紹介していこうかなと思いますね。パラソル、パラソルも来てるんだ。ソルは太陽ですね。そうそう、よくこの Rain、Regime、Regulate を3つ一緒に説明します、ね。で始まりました、モテチャンネル。さあ今回ですね、英語は語源で学べっていうことですね。まあすでにですね、語源の講座とかね、もう動画として出しているわけなんですけども、10万再生超えてね、たくさん見ていただきましてありがとうございます。今回ですね、英語のねオンライン専門塾ベーシスは僕のプロデュースしているところなんですけども、そこでツイッターの方ですね、Twitter の方ですね、語源講座っていうのをですね出しているというか、語源のリストみたいなのをですね出しているんですね。まあこれはプロデューサーが提案したものです。これやったらどうですかって言ってですね、英単語の語源とかを出せばみんな見てくれるんじゃないですか、なんか役立つものを作りましょうよって言って、そこで始まったのがあの語源のものになりますので、今回はですねその出てくる語源をですねちょっと紹介していこうかなと思いますね。ぜひね Twitter じゃない、 Twitter の方ですね、はい、ベーシスの Twitter ですね、フォローしてください。貼っておきますので概要欄に。はい、ではですね、どんなものがあるかっていうのをですね、せっかくなんで解説していこうかなと思いますね。やっぱその語源講座にもね出てきてない、もう語源ってたくさんありますから、ものをねいくつか紹介していこうかなと思います。はい、まずはですね、プレス、押すってやつですね。はい、まあこれ自体はね、そうだね、アメリカの電話とかでプレススターとかね、米印を押してくださいとかっていうので出てきたりしますね。どうですか、聞いたことありますかね。エクスプレス、そうですね、エクスは外ですから、外にプレス、押すだからこう表現するですね。で、名詞の形はエクスプレッション、表現は知ってますよね。で、コンプレス、あ、そうですね、コンプレスっていうのはコンが一緒にですね、こういうイメージ持っておくとですね、圧縮ですね。はい、ね、これコンプレスで、コンプレッションっていうのがそう圧縮ですね。コンプレッサーってね日本でも言ったりしますね、圧縮するあの機械のことね。で、インプレッソ、インは中にですね。で、 P なんで、これ P が来てる時っていうのは口閉じるので IN じゃなくて IM に変わりますね。インなので、インプレッソ、中に押す、ね、心の中に印象をつけるみたいなね、はい、そういうイメージでございます。で、名詞インプレッション、印象とかっていうのは覚えやすいですよね、これね。はい、で、ディプレス、はい、そうですね、ディは下、ディプレス、下に押すっていうのでね、意気消沈させる、だからディプレスですね、はあ、もう鬱になってる状態なんていうのも言いますよね。だからディプレッションですね、鬱なんていう時に使ったりしますね。まあ似たようなものとしてはオプレスとかもそうですよね。サプレスとかね、オプっていうのがオブ、相手ですね。サプっていうのがサブと同じで下ですね。だから下に押すっていうので何かしらこう抑制するなんていうのでも出てくる。で、普通に皆さんが知ってるものとしてはそうですね、プレッシャー、これは知ってますよね。そう、プレス、同じとこから来てたんですね、実はね。はい、続いてはパラ、あー、はいはいはい、横のとかね、最初がパラメーターですね、横のメーター、そうですね、メートル、尺度ですからね、基準点の横のやつ、媒介変数、むずい、パラメーター、そうですね、パラメーターって言ったりしますね。パラグラフ、そうね、グラフが書くですよね。だからパラ、次に書くものというか、こう横に書くもの、区切りっていうのからパラグラフってきてますよね。で、パラレル、そうですね、パラレルってまさにそうですね、パラレルって言いますね。パラレルワールドとかって言いますね。これ平行して進んでるやつとかって言いますよね。で、お互い隣にある平行。パラソル、あ、パラソルも来てるんだ。へぇ、ソルは太陽ですね。そうそうそう。なんで、太陽の反対がパラソル。へぇ、面白い。パラドックス、そうですね、反対、パラ。反対っていう形で使われることがありますね。ドックス、見解、逆説。パラサイト、隣。寄生、隣でサイト食べるね。確かに横で食ってる。寄生虫。ね。大ヒット映画。次、verse。あー、はいはいはい。この向きとか方向のことを表しますね。向きが変わる。version。はい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 。従来のものから向きが変わる。変形、改造。ね、新しいバージョンとかって言ったりしますよね。universe。そう、ユニは一個。ユニットバスとかね。ユニット。ユナイトとかね。でもう一つの方向。っていうので、そうですね、ユニバーサル、そう、まさに普遍なっていうのはどこでもいつでも同じ一つであるっていうんですね。アルバース、あー、はいはい、反対側ってですね、異なる方へ向きを変えるってですね。だからアルバースリー、あー、はい、アドバーシティ、はい、名詞でも使いますね。まあアドバースエフェクトとかね、はい、悪影響みたいな感じでよく使われる表現ですね。あのライティングとかスピーキングでもよく使いますよ。アニバーサリー、そうですね、アニュアルっていうのが1年の毎年こうなる、そうですね、記念日。フランス語だと、バースデーでも使うよね。ダイバースは、はい、そうですね。ダイバーシティとかね、ありますね。多様性とかで出てくるやつですね。そう、離れる D が、様々な方向にっていうことから、多様なですね。ダイバートだと、そうそう、そらすですね。役に立ちますね。続いて、ラプト。はい、これもよく自分が授業中に話すやつですね。そう、アブラプト。
アブ、そう、離れる、アブとかアブスっていうのが離れるなんですけど、その突然バンとなるってですね、 abruptly っていう副詞でよく使われると思いますね。 corrupt、 そうね、この corrupt っていうのが壊れるで、共に壊れた、墜落、汚職のっていうね、コラプション、汚職とかっていうのも使いますね、うん、disruption、 あ、そうね、 disrupt よく使うからね、崩壊させるっていうやつね、完全に壊す、それの名詞形 disruption で、 interrupt、 あ、まあこれはよく使いますね。 interrupt ってこうインター、間、中にこう入って壊す。 can I interrupt you とかね、はい、もうちょっと皆さん今話してると思うんですけど、ちょっと止めていいですかみたいなですかね。 interruption とかね、 eruption、 そうですね、 e が外で eruption なんで、壊れて外に出る、だから噴火は覚えやすいですね。あとは破裂のこと rupture とかって言ったりしますね。こういうのもありますね。続いて deuce、 ああ、そうね、これ deuce はよく使うやつですね。まあまあ語源講座をまた再開するとしたら、まあこの deuce とか絶対出てくると思いますけどね。 deduce、 ああ、 d 話すで、こうやって出すってやつね、推測するってやつね。deduction、 推論、演繹、はい、induce ね、はいはいはい、内面を導き出す、勧誘する、引き起こす、あ、そうそうそう、引き起こすとか重要ですね、大学入試の難関題とかでは。で inductive ですね、機能的な、 induction っていうのが機能法、deduction が演繹法ってやつですね。 induction っていうのは個々の例からルールみたいなものですねを導き出す、それに対して大きなルールから個々の事例を出すのが演繹ね、deduction。 introduce、 そうですね、はい、中にこう入れてあげるやつです。どうぞどうぞっていう風にね。enter、 enter ですからね。こう中に入る。produce、 前に出す。はい。そうですね。これは簡単だよね。で、reduce、 そうですね。後ろにこう引っ込めるやつです。出したやつを re っていうのは後ろ反対ですから、ね、逆にこっちに入れるんで減るですね。reduction。あとは educate とか、そのね、e が外ですね。このあなたの中にある才能的なものを引き出してあげる。それが education であるとかっていうのもね、出てきたりしますね。次は accord。あ、これもね、授業で話すやつだ。accord、core ですね。そう、heart の意味なんですね。accord、そっち側にくっつける。そう、だから一致させるってやつね。そうそうそう、accordingly っていうのは、その、応じて、それに一致して、それに合わせて、according to っていうのもそうですね。それに合わせてっていう意味ですね、あれね。courage、勇気。そう、心ですね、まさにね。そのまま、courageous、勇敢な。concord、ああ、一緒にですね。これレベル高いやつですね。一致とかですね。そうそう、共にってですね。cordial、ああ、これ cordial って呼んだり、cordial って言ったりしますね。この心からのってね。証券会社の名前とかにもありますよね。だから日本でコージャルとコーディアルって両方あった気がする。なんか会社とかで。で、discord はそうですね。ですが否定とか離れるなんで、一致しないんです。ね、まあ、動詞の場合は discord っていう風に発音することが多いかな。まあ、続いて tort。はい、これもね、出てきますね。この tort。レベルの高い単語だな、いきなり。そう、ねじる。強くねじる。歪めるってやつね。まあ、受験とかだと distort は覚えておいた方がいいですね。この歪める。distortion ですね。extort。はいはいはい。これもレベルの高いやつですよね。外にねじり出す、強奪。torment、 これも苦痛、ね、レベルの高い単語ですね。ここに書いてそう、torture っていう拷問って知ってる人結構いると思うんですけど、そうです。これもねじるから来てますね。retort、 はい、再びねじって言い返す。いいですね。なかなかレベルの高い単語載ってるじゃないですか。次、reg、 あ、はい、reg はルール、支配する。これ結構授業中よく話しますよね。いろんな授業で話してるな。region、 そうですね、支配してるこのエリアっていうとこから来ますね。 regional、 地域のとか。 regular、 はい、支配しているその基準となっているもの。 rain、 そうですか、雨と同じ発音ですけど、そう、支配するなんていうのが来てますね。そう、そこから regime、 これよく授業でね、一緒に説明するやつですね。体制とかっていうのはここから来てるんだよ、支配体系だよっていう風に説明します。で、そことつながってほら regulate、 まあね、これ支配して整えてちゃんと調整してるってことなんだよって、よくこの rain、 regime、 regulate を3つ一緒に説明しますね。 legal、 はい、そうですね、この支配者、王のような堂々とした。 L の方の legal ではないので、あっちは違う方ですね。 L の方は法律関係ですね。 legislature とかですね。こっちはならないように注意してください。はい、という感じですね。いつもこうやって語源の講座やってますので、ぜひ見てもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい、ベーシスの Twitter、 ぜひフォローしてみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 今僕が首席講師を務めますベーシス公式 LINE に登録してくださった方全員に、偏差値30から60まで上がる勉強法ノウハウ集をプレゼントします。 TOEIC で言うと800点まで、英検で言うと順位1級までをカバーする内容になっていますので、ぜひこの機会にゲットしてください。また個別メッセージをいただけますと、僕や他のベーシス講師からアドバイスももらえます。ぜひこの機会に概要欄のリンクから QR コードを出していただいて、登録よろしくお願いします。